大丈夫ですね。はい、リポーターは坪内美希さんです。今日はリアルでディープですか。バンディさん、私の顔見て、うん、やっぱりそれ分かります、うん、今日はねちょっと本当にねいろいろ思うところがありまして、はい、SNS というのをキーワードに、うん、共にグループのリポートをしたいと思うんですね、はい、まあ、SNS ってね本当に便利なんですけれども、うん、やっぱりこういろいろなこう闇というか恐ろしいことも潜んでましてね、はい、特に言葉があまりまだ日本語が分からない状態だと、うんうん、技能実習生の方々ね、うん、ついついなんか大丈夫かなと思って、うん、サイトに入ってしまったら、まあ、えらいことになったりとか、うん、そういうことがやっぱりね増えてるようなんですね。必ずねもう犯罪には巻き込まれてほしくないし、はい、な被害にもあってほしくない。そうなんですよ。まあ私が思うくらいですからね、もうすでに共にグループの教師研修センターの方では、はい、そうした講座が組まれております。しっかりしてるんですね。そうなんです、うん、まあ、なぜその講座を組んでいるか、そしてその思いはというところからまずはお聞きいただきましょう。株式会社教師教育部の主任で講師を務めていらっしゃる広瀬ゆずさんのコメントです。私たちの教師研修センターでは、まあ、年間800名ほどが勉強していますので、勉強しただけで終わりではなくって、その後グループ会社で、共同組合がたくさんありますので、そちらの方で発生した問題などもたくさんこちらのセンターの方にフィードバックという形で、こういう問題が発生しました、教育に生かしてくださいということで、どんどん現場の声っていうのが降りてきているので、その中でやっぱり SNS を使って犯罪っていうのはやはり多い、どんどん実は増えていってます、この教材も、はい、今後も発生した問題を、まあ、同じ問題をグループ内で発生させないというところを意識しながら、どんどんブラッシュアップしながら、はい、やり取り組んでいきたいなと思います。はい、状況って本当コロ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 変わっていくでしょうからね。そうなんですよ。もう本当にね、うん、これで大丈夫っていうことはないんですよね、うん、で自分がその気がなくても巻き込まれてしまうっていう恐ろしさを、はい、ちゃんとその事前に伝えておかないと、はい、分からないままにっていうことがね出てくると、うん、やっぱ一番、まあ、かわいそうですし大変ですよね。心ピュアな人多いでしょうからね。そうなんですよ。一生懸命働いてね、なんか日本で技能を身につけてっていうことで、うん、まあ、希望を持ってねやってきてるところに、うん、ひゅっとこう足をすくわれるって、もうそんなことあっちゃいけないと思うんですよね、はい、まあ、そのためにねやっぱりどうやって教えていくかっていう教え方もすごく大事だと思うんですね、うん、そこで広瀬さんはこんな風に教えていらっしゃいます。聞いてください。これコピー、身分証明書、在留カードコピーですから私じゃないです。ダメです、ダメです。どうして？警察に捕まります。どうしてダメですか？一番はいいです、ルール、犯罪です、はい、国のルール守りません、犯罪です。わかりますね。はい、わかります。1万円ください。いえ、ダメです。2万円3万円、いえですね。
いやー、コール&レスポンスで。そうなんです。もうね、ぼーっと聞いてるだけじゃダメなんです、うん、やっぱり自分のこととして考えて、うん、ちゃんと自分でそれはダメです、そういうことはしませんっていうのをね、うん、口に出しながらやっぱりね、うん、意識づけていく。もうテンポよくパン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 やってますね。そういう感じがねすごくやっぱり伝わってきましてね、はい、で、あの1万円2万円っていうあの具体的な数字も出てましたけれども、うん、例えばそうやってお金をこう提示されて、うん、だから売ってくれと言われても、うん、とにかくダメなんだよと、うん、で耳で聞いてこういうことはダメなんだよっていうのを覚えるために、はい、本当にね繰り返し、うん、授業の中でされてるんですね、うん、でそれと同時にやっぱりその世の中にはいろんな人がいるので、うん、それを見極めることも大事だよっていうところも授業でしっかり押さえてらっしゃいます、うん、はい、ちょっとこれ聞いてください。考えてください。はい、いいですね。悪い人たくさんいます。いい人もいます。でも悪い人もいますから忘れないでください。覚えてください。はい、大丈夫ですね。はい、いや、人の見る目を養うためのしっかりとした授業をやってるんですね。そうなんです。やっぱりね、こう優しい顔して近づいてきても、うん、実はちょっと騙そうっていうような人もね、いないわけじゃないので、うん、もうしっかり見なさいよっていうところを研修の中で教えていく。うん、これは本当にあの実際に会社に行く、社会に出ていった中で、はい、役に立つなと思いました。いや本当にね、この純粋な心を持った人々が、はい、もう本当にあの犯罪に巻き込まれないように祈りたいと思います。いや本当に、ね、私も現場で一緒にあの授業を聞かせていただいたんですけれどもね、うん、まあ、これはやっぱりね、あの日本人の私たちでも一度聞いておくといいんじゃないかなっていうぐらい、うん、本当にね深く心に入る内容だったんですね、はい、で実はこの研修センターでは1ヶ月の研修の間に、まあ、あのいろんな授業を行うわけなんですけれども、はい、あの単にですねこう座学でっていうのではなくて、うん、いろんなその実際に現場に出た技能実習生の先輩方からの実例なども、うん、どんどん中に取り込みながら、うん、あのよりリアルに、うん、よりその今に合うような授業に組み立ててらっしゃるんですね、うんうんうん、犯罪防止は本当リアルじゃないと意味ないですもんね。そうなんですよ。もうね、なかなかあの騙す側の人間もどんどんとね、うん、手の込んだことをしてきますので進化するもんね。そうなんです。しなくていいのにするんですよね、うん、だからそこに対抗するためにはやっぱり今どういう状況かっていうのを知らないといけないっていうので、うん、まあ、その辺はねすごくあのいつもこう心にかけてというか常にブラッシュアップされてるんですけれども、はい、あの前回もね少しご紹介したんですが、どんなそのまあ事件というかね、そういう犯罪に巻き込まれやすいかっていうところで、やっぱりこう SNS であの手軽なアルバイトありますよ、やりませんか、アルバイトしちゃダメなんですよね、技能実習生の皆さんはね。でもなんかあの現金で払うから分かりませんよとかね、これぐらい大丈夫ですよっていう甘い言葉で、あんまり悪いと思わずについっていうこともね、うん、だって ね言葉のね壁だってあるんだもん。 そこはしっかり教えないと。そうなんですよ、うん、まあ、それとかね、帰国するからといってね、うん、もうあなた日本で使ってるキャッシュカードや通帳いらないでしょ、うん、私が買ってあげましょうっていうようなことで誘いかけるような手口もあるそうなんですね、うん、もう怖いですよね、本当にね。怖いですよね。なんかもう普通に生きてるだけで犯罪にねこう取り囲まれてるようなね、うん、ちゃんともう守らないと。そうなんです、うん、本当そうなんです。でこうした犯罪を犯すと技能実習が続けられなくなる、うんうんうん、これ大変ですよ、うん、本当にね、あの強制送還されるっていうようなこともありますのでね、うんうん、まあそれだけにあの担当なさってる広瀬先生もね、本当に繰り返し繰り返し教えてらしたんですが、うんうんうん、じゃあねバンディさん、それだけ教えてもらったら技能実習生の皆さんにはどれぐらい浸透しているのかって、やっぱりこれ気になりますよね、はい、そうですよね、はい、そこで実際に授業を聞いていた技能実習生の方に何人かインタビューをしてみました。聞いてください。詐欺です。そんなことは悪いです。身分証売買です。そんなことはもそんなことも悪いです。偽物とか身分証を売ることは、そのことはとても犯罪と思います。ですから日本の法律はそのことはダメです。禁止と思います。もしそのことがあったら友達に、そのことはダメです。やってはいけませんと言っていました。そのことがやれば警察に捕まりますと言いました。盗んだもの SNS で販売する人も多いなので気をつけないといけないんです。日本で外国人が悪い外国人が増えています。 SNS は便利ですが危ないです。はい、盗んだものも
ダメです。売ることができません。そんなことやったら多分警察に捕まることができます。いやしっかりと学んでるじゃないですか。そうなんですよ。もう本当にね、うん、言われたことを自分事として、はい、取り込んでるなっていうのと、うん、改めて本当にこんなに一生懸命働こうとしている人たちがいるんだと、はい、そういう人たちがいるんだから、なんかたまたまそのいろんなね外国人のこう、うん、犯罪が見つかったりするともう全員悪いようにね、うん、もうバイアスかかっちゃうもんね。そうなんです。だから悪い人もいると、うん、やっぱね私思ったんですよ。うん、外国人である彼らがね、うん、悪い外国人がいますっていうコメントをするのってなんかある意味すごく切なくてね。切ないですね。そうなんです。だからあなたたちは違うと、うん、で違う人がいるっていうこともちゃんと私たちがね、はい、見て見守っていく、うん、そういうことはやっぱり必要だなと思います。いや本当にもうね、この悪い人たちに巻き込まれないように人を見る目をもう養って、はい、素晴らしい日本の生活をしていただきたいですね。そうなんです、まあ、そうしたね彼らをサポートするためでもその教師研修センターの方では本当にいろいろなね、うん、オリジナルのプログラムがありますので、はい、また次回からちょっとねユニークな講座などもご紹介をしていきたいと思います。はい、今回のリポート本当に心に伝わりました。坪内美希さん、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。多様で共生できる豊かな社会を目指して、ワンワールド世界は一つ、シリーズ共にカムトゥギャザー。